小笠原忠だしみは、江戸時代後期の大名。張馬国安守藩の第六代藩主、後部全国国藩の第九代藩主。ただし治む系小笠原家十一代、小笠原家、宗家十代。安氏藩主時代は、定官と名乗った。張馬安氏藩の第五代藩主、小笠原長田の次男。天保十年十二月十四日、実父長田の死去により、 家徳を相続し、安氏藩主となった。天保13年10月15日、第12代将軍、徳川家吉に敗越する。同年11月1日、15位下兵部将有に助任する。後に、品の守るに改める。万、ま、円元年11月6日、本家の武前国国来藩主、小笠原忠義の死去により、末期養子として家徳を相続し、 小倉藩主となった。それに伴い、長男、テーマことが、安氏藩主になった。文久元年12月16日、14下に昇進し、大前大部に改める。後に、左京大部に改める。文久3年、14代将軍、徳川家持が上落した時は、その警護を務めている。現時元年5月5日、自重に任官し、左京大部に改める。 第二次長州征伐中の慶応元年三十九歳で死去した。小倉藩は次男の忠信が継いだが、忠信が幼少のため中三期のもは被された。死去が公にされたのは小倉女王自役し、藩長を田川軍河原に移した後の慶応三年だった。ありがとうございます。